皆さんこんにちは、つぶきみゆです。さて今回も始まりました、日本クラウン演歌歌謡曲 YouTube チャンネルの番組、カラオケルーム延長しますか。改めてこの番組の MC を務めさせていただきます、つぶきみゆです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます、ありがとうございます。さあこの番組では日本クラウン所属の演歌歌謡曲の歌手の方を毎回ゲストにお招きして、ここでしか聞けないお話や、カラオケで歌う時のポイント、そして、ゲスト歌手の方と私とスペシャルセッションもお届けしちゃいます。お楽しみに。それでは今回のゲストは瀬川瑛子さんです。よろしくお願いいたします。皆様ご機嫌いかがですか。瀬川瑛子でございます。みゆちゃん、はい、ご招待ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう瀬川瑛子さんにお越しいただけるということで、もう昨日は眠れませんでした。そんなことないでしょ。緊張しまして。何時頃から何時頃まで寝たの、はい、12時から8時まで寝ました。それまで、それだけ寝れればいい。私たちはもう70過ぎてると 2,3 時間で目が覚めて、また 2,3 時間で目が覚めて、だからぶっ通しで8時間ってことはもうありえないんです。まあ個人のね、それぞれあの方によって違いますけど、個人差あるんですけど、でそれを聞いてちょっと50年前の自分を思い出した次第です。何をしても羨ましい。今日は本当にこの場をいただけてとっても私光栄でございまして、私の方こそありがとうございます。よろしくね。よろしくお願いいたします。今日は瀬川瑛子さんの普段なかなか聞けないプライベートのお話や、はい、最新曲の命の人よ、そうです、命の人よ、ありがとうございます。大事なんで、また素敵なタイトルですよ ね。 そうですね。本当にたくさん伺っていきたいなと思いますので、はい、何卒よろしくお願いいたします。こちらこそ瀬川さんといえばやっぱりこういつも華やかなイメージ、あの普段というかこう普段のステージだけでなくて、あの私服というかこういつもお召しになっているお洋服もとても素敵だなって勝手にこう拝見させていただいていたんですけれども、今回はオレンジのまた華やかな、はい、これはあのまあ半袖、そうなんですか。半袖っていうんです、ノースリーブみたいに、はい、なるほど。なんでそれであの、はい、まあ、あの結構長めにできてて、先にこういうフリンジになってて、はい、ズボンの下もフリンジになってて、でこれは、まあ、コントラストとしてね、セットになったものを今日選んだんですけど、なんて言うんでしょう、あのうちの父もね、はい、昔昔っていうか歌手だったんです。もう亡くなりましたけど、はい、それであの歌い手っていうのは、はい、まあ、当時今もそうですけど結構憧れたりされるじゃないですか、うん、はい、そういう時にあの呼んでいただいた時に、はい、いろんな地方に行く時、はい、パッとその駅に降り立った時、はい、そういう瀬川瑛子みたいな、歌い手みたいなね、あのオーラみたいのが大事だよと、はい、そこら辺にあるものを着て、はい、さりげなく帽子深くかぶっていくのもいいけども、うん、やっぱりそういうふうにあってほしいとデビュー前に言われて、はい、で私もそうだと同感だったんでね、うん、なるべくあの、まあ、うっすらとお化粧をして、うん、まあ、してなかったらサングラスするとかして、はい、ちょっと自分に、まあ、おしゃれな、はい、あの部分を作りたいなと。なるほど。最初、はい、あのこのレコード会社に入る時に、うん、はい、ホットパンツでね、はい、あのレコード会社行ったんです。ホットパンツご存知ですよね、はい、ちょっと短いツイッキーがなんかフランスの歌手の方が履いてた、はい、それを私が履いてったら怒られてしまいまして、なんでですか。今日は演歌歌手がなんでそんな格好するんだって、はい、何を言ってんだと心では思ったけど、はい、またデビューね、したての新人なんで、あ、そうなんだ、私の頭の中では良くても、うん、一般常識としてそういうのは気をつけなきゃいけないんだ、はい、と思いつつも、はい、あの大先輩の北島三郎さんが、はい、英子はどんな格好したっていいよと、うん、もうね、はい、企画外枠外でもいいからこれからも続けろって言ってくださったんで、はい、今こうして自分で選んで、はい、あの今日は来てまいりました。あ、素敵です。なかなか聞けない、もうそれこそお話だなとすごく感じて、その普段のステージの時もやはり瀬川さん
なんていうんですかね、世界に一つだけしかないお衣装いつもお召しになってらっしゃるじゃないですか。そうですね、オリジナルの自分でデザインするので。あ、そうなんですか。こういうのはいっぱい売ってますね、お店へ行けば。それただ組み合わせの仕方が自己流だったり、そうですね、これを着ないで何かを着るとかっていうこともできますけど、はい、衣装はあのやっぱりオリジナルなんで、はい、あの自分で、はい、デザイン、まあ、大体洋画とかファッション誌とか、はい、あの週刊誌とか見て、あ、いいなと思ったものを全く一緒に作っちゃうと真似になっちゃうんで、自分なりの何かテイストを入れてね、はい、あのなるべく華やかに、はい、あのそんな風にデザインしてますから、まあ一個しかないといえば一個しかないですよね、はい、そうですね。もういつも華やかなイメージがありがとうございます。あります。まあ今こうやって4月もう中旬に入りましたけれども、本当に今年は桜のシーズンが早かったですもんね。なんかね、年々こう温暖化っていうんでしょうか、やっぱり暖かくなっていて、はい、で私があの、はい、まあ、この地球に日本に生まれて、これいくつで呼ばれるのかわからないけれど、その時温暖化なんていうのはもうなんか、まあ、遠い将来の自分が生きてる間にそういうことが起きるっていうことをまだピンとこない、あの昭和の、はい、時代に生まれたんでね、うん、こう目まぐるしく移り変わる、うん、また雨一つ降るにしても怖いぐらいの嵐なんだか雨なんだかわからないような、また被害もたくさん出たりね、そうですね、あのコロナもね、うん、あのあって、うん、昨年はデビュー53年目で、はい、あの初めてね、うん、あのいっぱい曲を出させていただくじゃないですか、はい、あのまあできたら1年に1枚って思いそうですけど、はい、で5月に出した曲で、うんうん、二人羽織っていうのがあったんですよ、はい、でそれはせっかく私は歌い手だから、うん、歌は子供だと思って産んだんですけど、うんうん、コロナっていうことでどなたにも聴いていただけなくてね、うん、もう結局次の曲に入るんですけど、うん、そんな時、はい、さっきも言ったように自分が生きている間に、うん、なんでこんなことがあって思うことがあるんだなっていうのを、うん、本当に去年1年、そしてまだまだね、うん、あのまあ、ワクチンも、うん、もうできて、うん、そろそろ私たちの方にも回ってくるかもしれないということでね、うん、あのまあ、そこで一つね、はい、まあ、クレームって言っちゃなんですけど、あの、まあ、政府の方にね、うん、あのね、高齢者、うん、医療従事者高齢者って決めてくださって、うん、それが区によって順番が違うんですよ、はい、やっぱり人口によってその高齢の方が多い地区、はい、で目黒区っていうところに住んでるんですけど、はい、一番最後の方で、はい、大丈夫ですか目黒区大丈夫ですか。目黒区の皆さん心配ですよね、やはりせーので年齢で打つとか、はい、あのまあそれは高齢者が先っていうのがね、うん、ありがたいんですけど、うん、どうせなら一緒っていうのが一つぜひね、一つよろしくお願いします、うん、よろしくお願いいたしますちょっとどうしても言いたかったんで、ありがとうございます、ね、はい、そうですね、なかなか不安な状況続きますけれども、本当にね、うん、皆さんがね本当によく頑張ってると思います。そうですね、うん、あの10年前の東北の大震災の時も、はい、私は町を中目黒っていう町を歩いてて、はい、それでもう大騒ぎになるじゃないですか、はいはい、それでもね、うん、まあ、お家に帰る人が整然とこうバスを待ったり電車を待ったりして、うん、情報もない中ね、うん、あの私本当すごいなって、それ改めて日本人の本当に、うん、あの良さっていうのを感じて、うん、私なんかもやっぱ慌てまくっておまわりさんのとこ行って電話貸してくださいって言っても貸してくれないんですよ、うん、あ、そうなんですか、ね、別にいいじゃないですか、うん、10円払うって言うんだからちょっと貸してほしいですね、やっぱり一人貸すとダメだからって言って、うん、大事 な, あ, なあのことに使う、ね、なるほどものだからって言って、はい、で公衆電話を探しましたけど、
だからあれを世界の、ね、人たちが称賛してくれたのが私嬉しくって、日本人はね、あの、まあ、外国では暴動が起きたりとかごちゃごちゃになってしまうのに、はい、あんなにちゃんとしてね待ってるっていうのは素晴らしいって私もすごく嬉しくて、だからいろんなことあるけど、まあ、日本人っていうのは勤勉で、あの折り目正しくて、ちょっと違う人も中にはいるけど、私もそんな日本人でいたいなと思いましたね、うん、なるほど。なんかこう綺麗に整列して待っている、うん、で思いやって人をこう、あのお互いを思いやりながらっていう、ね、はい、決してこの入ろうと、ね、うん、はい、しないし、みゆちゃんはその時まだ、はい、はい、私はまだ10年前だからね。そうですね、あの地元福島の方におりまして。あ、そう、あ、そうだったんだ。そうなんです。大変だったでしょう。はい、もう友達、あのその日中学校の卒業式の日だったんですけれども。あ、そうだったんだ。はい、母とその友達とみんなとご飯を食べてた時に震災にあって、あ、やはりでもその時に大好きな歌にすごく支えられた。あ、それはありますよね。はい、覚えております。うん、そうなんです。まあ、でもいろいろ本当にあったなってすごく感じますけれども、思いますね。はい、いやでもこうして10年後ご一緒させていただけてるということはもうその当時の私自身に言い聞かせてあげたいんですけれども、本当に、まあ、分からないから、まあ生きてられるっていう未来があるからね。去年までは人様の前で歌えなくなるっていうことは全くもう予想だにしてなくて、あ、歌いたいって思っても、うんうん、あのそういう状況じゃないじゃないですか。そうですね、大変な方がたくさんいて、はい、でもね、やっと少しワクチンの話が出てきてね、うん、あの昨月かな、はい、24日1年ぶりで、はい、まあ、ディスタンスを取ってお客様がお入りになった会場で歌えた時ね、はい、嬉しかったです。そうだったんですか。まだまだ頑張りましょうね。はい、そうですね頑張っていきたいなと思いますけれども、まあ、こういうあの時期、まあ、皆さんも花粉症でいらっしゃる方も多いと思うんですよ ね。これもまた一つの悩みだとは思うんですけど、花粉症っていうのは大変なってる人はとても辛いと思うし、そうですね、はい、今みんながマスクしてる時代で、うん、クシュンって出た時、うん、あ、花粉症ですよっていちいち言えないでしょ。そうなんですよね。だからね、辛い立場にいらっしゃると思うの、うん、はい、でも、うん、その花粉症も、うん、あのインフルエンザも、はい、コロナのことでみんながこう手洗ったりマスクしたり、うんうん、ということでとても少ない、いつもの年に比べると、うんうん、それはとてもねこれから参考にするべきだし、うん、花粉症の方もまだまだねそうは言いながらも、はい、辛い思いしてると思うんで、うん、まあ、私はあの温度差鼻炎っていうんですかね、温度差鼻炎一つあるとすれば、はい、こういう、まあ、空気今流通がよくするように、はい、涼しくなってるじゃないですか。そうですね、はい、でこういった温度から、うん、例えば暖かいところ出ると、はい、散歩あの寒いところで散歩を歩いてきて、うん、家に帰ってくるとかって温度が違うでしょう。そうですね、変化が激しいですよ ね、うん、そういう時に鼻が出るんですよ。わかります。温度差、あ、そう、温度差鼻炎、はい、あの若いのにいろいろあるのね。いや結構体って正直なんだなって感じますよね。本当、うん、そうね、はい、あ、そうなんですか、うん、だからね、うん、みゆちゃんは何、温度差鼻炎の他に何かあるの？私はでも比較的健康な方かもしれない。そのぐらいですかね。鼻がだらーって垂れてくるんですけど。自分で気がつく？気がつく。じゃあ大丈夫。あの本当、あの私鼻を洗う、はい、あのあ、あります、ね、今流行ってるじゃないですか、鼻をこう洗うの。ありますね。なんか溺れたような感じになっちゃうけど、はい、これが、はい、私は扁桃腺があって、はい、で子供の頃風邪ばっかりひいててね、うん、歌い手になってもうがいと手洗い、はい、マスク、これはもう欠かせなかったのね、はい、でもね、5年から7年ぐらい前に、うん、いいボイス、まあ、ボイスの専門の耳鼻咽喉科行って、はい、鼻を洗う機械をあの買ったんですよ、勧められて。え、洗う機械があるんですか？うん、機械って簡単なんだけどプラスチックで、はい、
これぐらいの中に食塩水みたいなものを入れて、はい、それで蓋をして、はい、あのポンプみたいのをこう押すと、はい、こっちの鼻がこっちから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 綺麗になるわけ。すごいですね、うん、それが気持ちはいいし、あの前の心配の汚れも取れるし、はい、でうがいも必ずすると風邪をまず引きにくくなるんですよ。いいですね、ね、はい、それ大事でしょう。大事ですね、はい、だからぜひ、はい、そういう、まあ、今処方箋薬局行けば鼻うがいすんのありますか、鼻洗いって言えばある、はい、ただね気をつけないといけないのは、はい、皆様こんたらダダダダダとこの鼻が、はい、私の場合こっちはまっすぐなんだけどこっちはこんななんかいろは坂みたいな鼻になってるらしいの、だから鼻のチューブ入れるのもこっちは入るんだけど、はい、でそのいろは坂が奥に入っちゃったらこうや先生が鼻洗った後少しこうやればボタボタと出ちゃうから下大丈夫ですよって言われてやったんですよ、はいはい、で本番やって先生がこうですって言ったらドドドドって鼻がボタボタ私もうどうしようどうしようと思っちゃうだからそういうこともあるから気をつけながらよく効能が、まあ、効能が気に出てないからそういういろは坂のような鼻の方はなんてそうなんですか。やるといいと思います風邪の予防に。え、痛くは全然痛くないけど、はい、初めての方は溺れたと思ってもらってでも命にね、はい、何も影響もないしただちょっと驚くだけで気持ちいいですから。このお辞儀をした時に皆様お気をつけていただいて、そうそう、ただお辞儀する時こうやるかもうその前に鼻かむかしてくださいはい、皆様そこはご注意していただくポイントでございます、ね、そうなんですか。まあ、やはり今こういうおうち時間っていう、まあ、おうちで過ごす時間っていうのは増えましたけれども、本当にうがい手洗いは皆さんもお気をつけていらっしゃって、やっぱり大事なんだなって改めて実感もしますし、はい、さてたくさんねプライベートのお話もお伺いさせていただいた、はい、きまして、次はですね新曲のお話も皆さんお待ちかねだと思うのでありがとうございます伺っていきたいなと思います。またこのお衣装もまず素敵ですよね。自分で言うのもなんですけどね、よく似合うなと思うんですよいや本当にこちらのお衣装も自分でデザインして、デザインされて、で最初、はい、ネクタイが細かったんですよね。ああ、これネクタイなんですか。そう、まあ黒スパンコールとはいえ黒なんで、はいはい、でズボンが赤なんですよ、はい、何かポイントのためにと思って小さい細いネクタイ作ってもらったんだけど、そしたらまあ、メイクさんがとても器用で、はい、こんな風にいろいろね工夫して、はい、ものすごいインパクトのある、はい、ドレスになったんで、今回の新曲ではちょっと宝塚の方みたくいいですね。私も宝塚大好きです、ね、素敵ですよ ね、 いいですよね。そんなイメージを持って作りました。素敵です。またその詩の内容というか命の人よ、この作詞作曲されたのが伊藤薫先生ということで、はい、ラウイズオーバーですとかね、以前にも一曲作っていただいたんですけど、はい、本当にムーディーな、なんていうか優しく温かい流れが好きで、どこかにこうインパクトをまた持たせた、はい、そんな先生の作品、はい、この歌詞の中の一部にちょっとこううなりが入るところが、またそこもポイントですか。そうですね、はい、もしカラオケを歌ってくださる方がいたら、うん、もう本当にそっとでいいんですよね、うん、セリフのようでもいいけど、うん、どこか一つこう印象に残るところを作るとまたぐっとこう入ってき方が違うかなって、でディレクターの意向もあって先生とも考えて、どこかにそういうところ、なんか今までの仙台語じゃないような雰囲気が出ればと思って、はい、なるほど。今回このレコーディングの時だったり、命の人よこの作品を、瀬川さんのところにこう届いた時に、ご自身瀬川さんではこうどんな感じ、気持ち的にどんな感情になりましたかね。そうですね、まあ若い時に本当に愛した彼がいて、うん、その人のためだと思って、うん、まあ、別れたけど、まあ後で亡くなったっていうことを知って、
私にとって彼が命の人だったんだなって改めて思ってね、とても後悔したっていう、そういう女性の歌なんですね。その思いを胸にでも前向きにまたね元気を出して生きていこうっていう歌なんですよ。そういう夫婦者が多かったり、捨てられた女が多かったんですけど一途に思い続けるっていうのも素敵だなと思って、そんな気持ちで歌わせていただいてます。それではその瀬川瑛子さんの新曲命の人よの、ミュージックビデオをご覧いただきましょう。はい、それではどうぞ。お願いします。風が吹く雪止まり波の音、遠い思い出の未練を抱いて、やっぱりあなたが私の命でした。いつも自分で言うのもなんですけど、なんでこんなによく撮れるのかね鏡は見ると普通なんだけど、こうジャケットだとか PV 見ると本当に綺麗にね。いや、もういつも美しいんですよ。いや、ほら今時代が進んでるから修正いろいろできるんでしょうね本当にぜひね、皆さん見ていただけたら嬉しいです。そうですね、はい、聞いていただけたら嬉しいです。はい、命の人よ、ぜひ皆様たくさんミュージックビデオをご覧いただきたいと思いますし、もっとご覧になりたい、そして瀬川瑛子さんの今後のスケジュールなども知りたいという方は、この YouTube の、下の URL ですねの方に、概要欄がございまして、そこをぜひクリックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。続いてはおすすめ新婦情報です。このコーナーは日本クラウン所属歌手の新婦を紹介していきます。皆さんチェックしてくださいね。旅をするように、あ
あなたは行くの次のターミナル。重い体を今は脱ぎ捨てて、大空高く羽ばたいてますか。電話をしたらいつものように、届けた声で出てくれそう。ということで、今回のカラオケルーム延長しますか、ゲストは瀬川瑛子さんでした。まだまだお話伺っていけたらなと思います。今回はですね、なんと2週にわたって瀬川瑛子さんにいろんなお話も伺っていきたいなと思いますので、来週も皆様お楽しみください。ということで、お相手は椿美優でした。バイバーイ。